かわいいやん。かわいい。かわいい。ね、子供向け番組みたいな感じで。超好き。家の影が移動してたりとかさ、ねねね、そういうところすごいね。初めてさ、うん、あのドラムのところにロゴが出たのもこの時だった気がする。そうかも。そうだね。二、うん、人がすごいちっちゃい。いやいやいや。首の振りもなんかすごい甘いし。そうだね。今だいぶ激しくなってるからね。次の日超痛かったからね。すごい痛かった。3日間くらい続いたよね。うん、いっぱい踊ったしね。うん、この部屋すごい可愛い。いっぱいね、散見したよね、うん、この時。てかまだツインの位置が低いね。確かに。確かに。ここ好き。あ時計のところでしょ。時計いい、うん、かっこいい。あとスーメタルが持ってるマイクもね、今回ちょっと特殊な感じでリボンとかいっぱいついて、そうそうそう、ね、そうすごい可愛いんだけど、だんだん踊っていくうちに崩れてくんだよね。そうそうそう、汗とかかいちゃってね。そうそうそう。あとこの時ハーフアップなんだ。あ、本当だ本当だ。そうじゃん。あ、本当だ。今気づくっていうね。この時台乗って2人回ったりとかしてたよね。回った、ね、回った、うん、いやねいやねいっぱい走ったね。あの走った、ね、走るところがすごい大変だね。かわいいな。かわいいね。あ、かわいい。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。あの時はね、あの時はね、今は違うよ、だいぶ、うん、おーすごい。身長差がすごいあるもん ね確かに2人とね、うん、すごいな、ね、でも初の PV だったからね。うんうん、そうだね、すごい楽しみにしてる、うん、だって聞いた時超びっくりしたもん、うん、赤黒だし、ね、なんかこうやってさ、すごい編集されててさ、ここ、うん、ね、あ、ここも好き。うおー、来た、また回ってます。すごい、超モアメタルの表情がこれ瞬きしないようにすごい頑張った。ロボットだから。そうそう、ね、ロボットボケ。あー、このね、この隣にあった花がね、うん、花に超ぶつかっちゃうの。ほんとだ。あの、でっかい花。あー、あ、ほんとだ、かわいい。踊ってる、踊ってる。ね。ね。なかなか2人と、スーメタルとってなんかなくない？ないね。2人で撮ることって、ツーショットが。うん、ね、なんかそう考えると珍しいな。ほんと。確かに。これすごい好きなの。どっちがどっちだろうっていつも思う。ああ、でもこの前にすごい二人とも研究してて頑張った、うん、ね。あ、これ髪の毛短くしたの。楽しかったな。なんか緑のフレームみたいのに、うん、頭、あ、そうそう、入れたんだよね。突っ込んで、あ、これ来た、骨さん、骨さんの踊ってる、振り付け指導やった ね。この前にやった。かわいい。幼いね。本当。ね、ロゴが出てきてる。かっこいい。ほんとかっこいい。あれ、髪の毛も変わってんだ。そうだ、変わったんだ。うん、メイクとかも濃くなってるの、この時。うん、スメタルの髪の毛が散ってる。散ってるって。散ってるよ。さりげなく骨さんが出てくるね。ね。ふぅー。戻るからの一番最後。最後に